やめあれ,やれやんなゃそうだそうだしうだタが思い出せないわあの派手ガの考察機 y o とよくしゃべる脚本のやつうわんだっけな無限まやかしだ で、俺は山本孝二に恨みがあるんですよ。<laughs> そういうことあ、そういうことね。それはね、俺本当にあって。ああ、いいね。だから、やったれやったれって正直思っちゃうし、うん、偉そうに僕らの思い出の場所を壊してきたくせに、そんないい加減な仕事してんだろっていうのもあるわけですはいはいはい。だからね、この作品、本当その山本孝二さんがいじめ抜かれる話ですね。そうなんですよ。本当。そう。っていうのもあるから、 その、地面師立ちっていう完全に悪いことしかしてない奴らの方も応援してしまうっていうのは、やっぱりその、うん、うん、デベロッパーとか行政とかの予着とか、うん、そのお金のやり取りによって、まあ今もさ、あの、大事な並木道がさ、外苑前の並木がさ、本当にね、理由が全くわからない形でもう伐採されそうになってるっていう、ね、本当だよ、ことが、めちゃくちゃだよ。あるわけですよね。なので、うん それ合ってる仕事としてっていう疑問は、もう前提としてこのドラマを見る前の時点で僕らの中にあったっていうのは、俺は、これはね、応援してしまう気持ちとして完全にあってですね。はいはい。ただまあそれがないそ、その気持ち全くわかんない人でもめちゃくちゃ面白いとは思う。そうよ。うん、全くなくても。そう。そうと思う。はもう、ここに出てくる人たち。うん。その、なんていうのかな、なんかあの、 100の善人みたいなのは、うん、ま、出てこないし。いやー、本当にそうだね。でも、それが人間じゃんっていうのもあるし。いやー、ここまでじゃないよ。<で> <laughs> そんな、そう。一生触んないレベルの悪いやつしか出てこないから面白いんだよ。<laughs> そうなの、それもだから、これね、その大島さんのこのガイドによって、<laughs> はい、あ、じゃあ、 義賊者かなって一瞬思った方いるかもしれませんけど、ねうん、一切ないです。一切。どっちが勝とうが負けようが知ったこっちゃないし、うんうん、何の同情も余地ないですよ。本当にもう自明した。じゃもう本当に、みんな悪いことしか考えてないからみんな自分の私利私欲しか考えてない話ですから。<laughs> 本当に考えてないからね。ただその手順がおもれいっていう。おもろいなぁ。手順が面白い。で、あとすごいなと思うのは、うん 話数ごとにちゃんとこう、まあもちろん見せどころがあるっていうのはもちろんそうだと思うんですよ。いきなりこの人が死ぬとか。はいはいはい。え、いきなりこんな条件が追加されるはい、はい、とかあると思うんですけど、うん、やっぱだんだんこう中だるみになってって、はいはい。え、これってさ、全7話のうちの、じゃ7話目だけ見ればいいんじゃないのっていう話になりうると思うんだけど、はい,はいはいはい。特に面白かったのが、はい、4話、5話、6話あたりで、うん なんか、気合抜いてると数十分ごとに、ルール追加されていきましたよね。うん、面白かったあれえ、え、聞いてないんだけど。そうそうそう。あれいいよね。だから、もうその、要はね、もうこの手順、手口も、ある種スキーム化されてるわけじゃないですか。そうね。こいつらはもう舐めてるからね。そう。で、それは第一話でわかるわけあまりにも練習問題ね。そう。練習問題で、鮮やかにこう騙すという。でもそれ、 から、やっぱ、一段大きい仕事になった時に、はいうん、はい、ルール追加です。そうなんだここを超えてください。はい、ルール追加します。はい、ここを超えてください。みたいな感じで。はいはい そうなの。ハードルが増えてくるそうなんだよね。で、あの、大きい方の案件のね。はい、やつが、地主、本物の地主さんが、はい、まあ、お寺さんなんですよね。はいはいはい。で、お寺の住職の甘さんだと。はいはい。この甘さんがね、もう。さんがまたいいんだ。だ上旬にはこう、想像もつかないような倫理観と生活を持ってるから、はいはい。その人の弱点を探ったりとかするのが、まあ、まず大変。そうなのよ。で、その人を東京から遠ざけておいたはずなのに、うん。あれ あれみたいなね。っていうそのタイムリミットのルール変わるって、あ、ありえないからっていう。タイムリミットサスペンスなんですよ、まず。<laughs> そうなのなのに、タイムリミットのルールが途中で変わるんですよ、厳しくね。そう,そうね。これありえないから、まず。そうなのよ。でもそこで。できない、なかなか。でもそこを、アドリブで。そう。<laughs> いや 今までのアドリブじゃなかったんだよっていうのも見せてる上でのアドリブでだから。<laughs> そうなのよ。いやーよかったね。あそこの小池栄子さんが走ってるところよかったな。あそこよかったな本当そう。だけどそういうなんかさ、うん、あの、この作品が誠実だなって思うところは、はいはい、なんかその、シンプルハラハラみたいなのを、何のてらいもなくやるっていうそうだね。はいはい、もう本当あの、あ、やばいやばいっていう、うん、間に合わないとか、うんうん、あ しまっちゃうとか、そういうのを、もう、ちゃんとそれを思う。見えちゃうとか。その見えちゃう。暴れちゃうとか <laughs>。子供だよっていう。う子供がテストの答案用紙親から隠してんじゃねえんだからっていう。みたいなことを。ぐらいのえ、でも本当にね、おしっこちびりそうになるような、そう。ところがいっぱいあって。うん、まあ、あとはこれはでも、 それはネタバレになるから言いたくないんで伏せますけど、はいはい、まあ人はいっぱい死ぬわけですよ。いっぱい死にます。その死に方がさ、うん。これ物語のドラマツルギと関係ねえ事故。そうそうそう。は <laughs> っていう。何なんだよ <laughs> いや、あの、それなければ普通に間に合ったけどねとか、うん、それなければ普通に罪を追求できたけどねみたいなことが、はいはいはい バーンって怒るわけバンってるわけです何なんだよ、これはっていう <laughs>。現実の資源よりだから面白くなってんだよ。そう、だからまあちょうど面白いなって歌いうタイミングでそういうのが起こるからそうなんですよ。そうなんだよ。なんか、殺し方大喜利も強いしね。大喜利も強い。いや、あと、やっぱね、最初のハリソン山中の熊のとこじゃないけど、はい バカじゃねえのってその突っ込みたくなるところもやっぱあるわけです <laughs> い<や> <laughs> だってさ、俺らが、もう、そこにいる人として扱われてるっていうか、そのとある人物が、俺らにこう、 顔を隠した状態で、そのもう声だけで、いやいや、わかるよ、誰かっていうやつが、顔隠してる状態で、で、ことをある程度済ませた上で、こっちに向けて顔をパッて見せた時に、その人だったーってなるけど、いやいや、声が特徴的だからわかるよって。そうか。めっちゃ馬鹿じゃん、みたいな。それがいいのよこのね、なんかね、サービスが多いんだよね。そう、サービス精神豊富で。 でもやっぱり、俺はね、これは言っとかなきゃいけないのね、やっぱね、サービスステージの最大の部分はね、俺音楽だと思う。あ、言い忘れてた。音楽は最高です、まず。音楽最高これ、編集して最初につけたい。音楽は最高です、まず。あの、サントラを聴いてるだけで、もう、もう全然もう仕事はかどります、これは。もう本当サントラ聴いてるともうなんか今なら詐欺できると思できる、できる。それで逮捕者は増えるかもね。勘違いしちゃって。ね。え、石野卓球さんです。はい。電気グループの石野卓球さん。そうですよ。 音楽かけーなぁと思って見てたら、はい、テロップで石の卓球って出てきて、おありがとうございますってなりますた、ね。ほありがとうございますだしね。うん、で、しかもね、皆さん、あの、本当と、ピエール滝さんは、あの、はい もともと俳優さんじゃないですかそうですよ。そうですよ。テクノミュージシャンですからね。そうですよ。その一の卓球さんとずっと一緒にやってるわけですから。で、卓球さんはもともと、タキさんが出てる演技のっていうのは見ないようにしてたんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。だから、こういう関わり方をするっていうのはすごく異例なんだけど、今回を機に見てみたら、意外と演技上手くなってるじゃんって思ったらしいです。へー。そう。で、このつながりっていうのは、大根ひとしさんが繋いだもので。あ、そうなんだ。監督脚応の大根ひとしさんが何を隠そう。 電電気気ググルルーーーののの大ファンンででありドキュメンタリー映画の監督もしてるんですよそうなんだそれ知らなかったで、<ー>タキさんが出所してくるところを、えー、卓球さんと一緒に迎えに行くっていう映像。はの、え<ー>ですごくあの、あ今もなんか YouTube かなんかで見れるんじゃないかな。えー。っていうぐらいですね、あの、中に入りまくってるので。そうなんだ。そう、大根ひとしかける電気グループの賜物なんですよ、これは。は で、え卓球さんね。もう、もう、世界的ミュージシャンですから。そうよね。サントラとか劇班なんて、いくらでもやってんのかなと思いきや、初ですからね、今回いや、これもびっくりした。そうだったんだと思うんそうなんですよ。めちゃくちゃやってる気はしてたけど。ね。してなかった。やってないんですよ。っていう、意外なところもあ主題歌とかは全然。主題歌とかはやってます。それこそネットフリックスの、デビルマンクライベイビーとか。はいはいはい。そうですから。そう。いや、びっくりした。っていうつながりだからこそできたっていう。 でもこの音楽がさ、うん、じゃあただ音楽としてかっこいいだけかと思ったら、うん、そうじゃなくて、うん、そのめちゃくちゃ職人になってるのか、はいはい、それともこの音楽によって作品の編集店舗が作られたのかわからないけど、もう とそのハラハラをこう増長させるのよ、その音楽で。そうなんだよな。で、<ー>独特のその作品内に、そのグルーブとリズムが生まれてて、もうなんか聞いてるって感覚なの、その映像。めちゃくちゃいいアルバムを聞いてたら、あ、時間が過ぎてたみたいな感覚すらある。うんうんうん、いや、わかるよ。そう。もうだから、なんかずーっと見てて気持ちいいの、そこというか。うんうん 見てるともうずっとハラハラするし、ずっと気持ちがいいのよ、こう見てて。かるかる。だからなんか、だから7、だいたい1時間かける7だから、7時間くらい見てたことになるんだけど、その7時間をあんまり感じてないっていう。そうね。なんかアルバム聴きながら、走ってたぐらいの気持ちですよね。いや本当そうそうそう。そう、見るストレスが全くなくなってるっていうのはちょっとすごくて。すごい。あれやりたいそのセリフ、あ、でもできないか。セリフ完全に、あ、できるか。あ、でも無理か。 セリフをオフにした状態で、<laughs> うん、その音楽だけ流れてる状態で映像を見たい。うん、ああ、はいはいはい、はい。なんかそれでも、わかる。実際に見たの、の75%ぐらいの面白さあると思う。歩きがする。いや、本当ある気がする。<laughs> いや、もちろんセリフもめちゃくちゃすごいんだけど。そうそう、セリフもいいけど、やっぱその撮り方もすごい丁寧で。うん、邪魔しないとかそういうレベルじゃない。違う。もう本当あの、その作品の中に、うん ちゃんと音楽が主役になって入り込んでるというか。そうなんだよな。BGM じゃないのよ。じゃないね。うん。ちゃんとその、なんか、前に来るのよ。バックグラウンドじゃないよね、うん。バックグラウンドじゃない。もう、うん、もうこっちに来てんのその音楽。人物だよね。一個,、ね、<う>個の演出っていうか、映像と同じ、うん、同じ、あのー、うん、同じぐらい前にあるっていう。そうそうそう。いやもうこれ音楽の存在がね、この作品のね、面白さと価値を何段も上げてると、まあ、爆上げしてますね。本当に。 いやほんとに。超かっこいいもん、そう、そこが俺ちょっと、あの、他の、ネットフリックスかけるこの、うん、ええー、まあ、アウトロ、メンズカルチャーみたいなのあるじゃないですか。はいはい,はい、はい、あまあ、全裸監督、はいはい。全裸監督2、2> はいはいええー、まあ、サンクチュアリー、はいはい。まあ、あと、まあ、忍びの家はちょっと違うけど、うん、まあ、その、かるよなあたりのラインの中でも、やっぱちょっとこのスタイリッシュさが突出しちゃったなっていうのは僕は音楽ですね。わかるな。なんかさ、あの、すっごい、はい あの、なんか、いいスーツ仕立ててもらったみたいな感じ。あ、まあ確かに。これの、おっさん雑誌みたいなのあるじゃないレオンとかさ。ああいう秋元さんとか健庁さんとかが腕組んで高い飯食ってるよ。高い飯る。そうそう中田秀俊とかがいる。そうそうそう。でもなんかこう、いいスーツパシって着た瞬間に、あ、なんかかっこいいみたいな感じ。あと、すごいいいスーツとかを着てる時って、 あれ今日汗かかなかったな、とか。あ、みたいな。そうそうそうあれ今日肩こらなかったな、とか。 今日って俺スーツ着てたんだとか。そうそう。なんかさ、勝手に姿勢良くなっちゃうみたいなそうそうそう。普段こう背中丸くて、なんかのダルダルの T シャツ着て、汗じみいっぱい作ってる人も、スーツに着せられて、いいスーツってさ、勝手に姿勢良くなるって、あるじゃないなんかその仕立ててもらったやつ。なんかそんな感じなの、この音楽って。確かにね。そのこの油キッチュな、このおっさんの、その匂い立つような感じを、バッ、 ちチバチのスーツね。ねシャンってしててなんかちょっと油取ってるよね。油取ってるの吸ってんのかそう、卓球音楽がちょっと油抜いてるんだよわかる、そうなんだよ。だからこれで、その、すごい絶妙な。そう、贅肉がめちゃめちゃあるはずなのに。な、うん。な、なんならもうフルコースの、満漢全席みたいな料理のはずなのに。うん、<laughs> そ,うそうそうそう。なんかちょっと、あの、脂肪分と塩分減ってるみたいな。わかるわかる。だから。なんでみたいな。そう、スーツ着ただけなのに、なんか痩せたみたいな。<laughs> そうそうそう。うん、だから、あの、ギトギトの料理を食べた。うん はずなのに、カロリー計算みたいなアプリでやったら、なんか40%ぐらいカットされてて。え、ごめん、味気よりうまかったんだけどどういうことみたいな。なんかそのぐらいの奇跡的なことを石の卓球はやってると思います、今回。本当そうだと思う。だからオープニングもエンディングもネットフリックスだから、スキップしてね、どん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 次見たい次見たいってなっちゃうんだけど、これ結構ね、オープニングエンディングスキップしない率めっちゃ高いと思いますよ。俺飛ばせなかったね。僕一回も飛ばしてない。聞きたかったから普通に。でさ、あの、オープニングのナレーションさ、はいはいはい。 あれ山田孝之さんです。なぜか、あの、山田孝之さんが、マジのナレーションだけ。うん、山田孝之さんいや、それは、俺ちょっと一言言いたいのは、うん、え、何なんか、ナレーションだけに山田孝之を使っている、贅沢さうん。うわみたいなの言ってる人いるけど、うん、あの、山田孝之さんってそういうの好きな人だから。 っていう、その、なるほどね。そうそうそう。本人がね。ちょっと裏方やってみましたとかで、い。ろんなものに関わっていくみたいな関わり方すごい好きな人じゃんだって。そうなんだね。そういうおちゃめ者じゃんだって言って、うのは一個あるよ。じゃなきゃ東京都北区赤羽とかやんないよ。いそうなんだよ。そういう、こう、裏に行きたい思考の天才だから。はいはいはい。それはなんか、この作品がすごいっていうよりかは、山田孝之そういう人だよねっていうのはあるけどね。だからやっぱその、ざくみも良かったんだろうね、本んと。かね。 めちゃくちゃ良かったですラインナップだけ、だんね、なんならさ、もうネットウィックスのオリジナルコンテンツが溢れすぎててさ、はいはい、もう見切れないじゃないですか、正直。忍びの家とか僕、正直最後までまだ見れてないんですけど。だから、今回は誰が出てるのかなとかって、見る前にもう再生しちゃうじゃないですか。はい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 。だから、あれえ北村か樹出てんの あ,あ、小池栄子も出てるんのあ,、まあ、マキタスポーツさん出てくるんだ。あ、いや、えー、<あ>吉村海人なんだとか言って、その、どんどん。わ <laughs> る。5分に1回テンション上がるみたいなのが。わ <laughs> かるわかる。2>, 2話ぐらいまでめちゃくちゃあったよ、ね。わかるよ。キャストでも本当テンション上がるねそうそう。あ、ここ開けたらここにもお弁当のおかず入ってんだみたいな。あ、2段なんだみたいな。<laughs> そう。だからね、その辺も、あの、めちゃくちゃね、あのね、いいのよ。そう、全員が同時に出てこないようにわざとしてるじゃん、多分。絶対やってる。その、全話を、ね きっちり見せるためにやってる。快感、うん、計算みたいなのが、うん、やっぱ、とことんやられてる。やっぱこういうのってさ、なんかさ、とにかく1話見せて、うんうん、見せなきゃみたいなのとかやっちゃうところだけど、うんうん、なんか、だん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 こう、ソファーに体預け始めたあたりで、えっ、うん、っ <laughs> みたいな。確かにね。<laughs> ことが起こるし、そういう人も出るし。うん、これもうだからさ、1日で一気見とかそういうレベルじゃなくてさ、うん、もうさ、 次におしっこ行くまでの間に一気させるぐらいの気合で作ってます。いや、ほんとそうだだから、その計算が、ただ、ストーリーだけじゃないんだよね。そのストーリーももちろん練り、練りに練られてる。ストーリーじゃないと思うな。そう。もう、その。本当にすごい部分は。わかるわかる。そのストーリーが面白いことは大前提として、その人間のそのなんかこう、あの、なんか、なんかそういうテストやった気がすんだよね。はいはい。なんかそのゲームとかってさ、例えば発売する前に、めっちゃテストして、あ、ここでバグが起こるとか、あ ここでこの人ってこういう行動するんだ、じゃあこうしようみたいな。なんかそういうのやってる気がするというか、まず作った後にこうあの、釘付けにして、あ、今ここで視線反らした。じゃあここになんかこのシーン入れようとか、あ、この音楽流そうみたいなことをやってるレベルで、その見てる人のそのこう、気持ちとか、そのなんか飽きとかを計算して、はい、ここでこのキャストとか、はい、ここで音楽とか、はい、ここで事件みたいなのを、本当の意味で計算しながら、全く破綻してない。わかる。 こういうのを、なんか、ドヤ顔で、こういうのやりましたって言って、顔で語るプロデューサーさんとかい,たいらっしゃったりするんですけど、いや破綻してたら意味ないから。うん。って思うのよ、そう、ね、そ,そういうの見ると。あと逆にさ、うん、そこまで快感計算をしちゃうとさ、はいはいはい。AI が作りましたみたいなものになる可能性って結構あると思うんだけど。わかるわかる、そう、なんか中身ねえじゃんみたいな。<う>あの、見終わった後何もわからなかったな、みたいな。そう。うんでも いい意味で、大根さんってめちゃくちゃエゴのつ強いクリエイターだから、職人でもあるから、技術もあるんだけど、やっぱエゴの人だから、はいはい、自分が見たいものを作ってきた人じゃないですか。これまでも。はい、そのモテキもそうだし、サニーもそうだけど、はいはい、でも今回が一番その曲北だと思うんですよ。はい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 。で、実際公言してるんですよね。自分が一番見たいものを作ったらこうなったって公言してるんですけど、 で,でも、それが嬉しいね。で、そこに実在の事件っていう肉も加わってるっていうのがあるから、うん、もう AI が作ったものには逆に全く見えないっていうのがありがたい、いありがたいっていう気持ちだなそう、本当にありがたかった。うん、俺なんかこういう作品って、もう絶滅してくのかなって思っちゃってたの。うん、結構何回も見るよね、多分これ。 いや、何回も見たいもん。この後。でももうなんなら2とかも作ってほしシッシみたいな、ね。検索本は2巻がこのタイミングで出てますから。そう,そうそうそう。いや、あり得るんだよな。いや、ほんとそう。なんか何回も見たい。ね、見れるくらいの,、うん、その気持ちよさもあるしや。そう、人と一緒に見たいわ。ね、なんか、うん、ある種、なんていうのかな、その、ネタバレ、はい、と言いつつも、うん、もう最後まで分かってても、うん 大体分かってるから、そう。なる。だから、もう一回見ても面白いはずなんだいや、面白いと思いますよ。そうね。二周目すぐ行こうかなと思ったけど、やめときました、僕は。このまま、ループから逃れられる。そう。だから、それこそさ、ほら、二郎系のラーメンみたいにさ、やっぱ何度も食っちゃうとさ、やっぱこう、自分が声を取っちゃってさ、自分からこう、あの、油切った体臭が出てきちゃうからさ。いや、だからそれもさ、その卓球さんが塩分と油分減らしてるっていうのはあると思うんだよね。あるよね。系のラーメンだったら二杯目いけない けどいけないし。二郎系のラーメンの油と塩分がさ、うん、半分になってますって言われたら、じゃあもう一杯食っていいのかなってるじゃん。あ <laughs> るちゃうんだよ。でも二郎系は二郎系なんだよ、うん、みたいな。あとね、あのね、人に勧めたいと思っちゃうの。確かにね。これはね、違うの。あとね、確かに二郎かもしれない。うん、でもね、あのね、えっと初心者さんもね、あのね、うん、食ったらね、あのねうん、美味しいからっ,ってそう、ね、言いたくなっちゃうとこもあってさ。でもそれは薄まってるってわけじゃないのよ。そうね。 いやだからね、ちょっと、まあ。うん、とはいえ、めちゃくちゃなセックスとか、そう。めちゃくちゃな人間の体がぐちゃぐちゃになるところとかは、うん、あの普通にちゃんと出てくるんで、あまあそれは気をつけてくださいね。で、俺なんかねさい、最後ちょっとだけ真面目なこと言うと、はい、俺、これを、本当にテーマに組み込んでるのが素晴らしいと思ったの。うん、なるほど。なんかやっぱ、こういうさ、配信ものだからっていうことで、うん、やっぱ刺激的なことができるから、うん こういうことやってますみたいな。セックスとかもやりますし、暴力もやりますっていうふうに、する気持ちはわかるし、まあやっぱ人間ってそうだもんねって思うけど、これ意外や意外、うん、この地面師たちという詐欺、そしてこの住宅デベロッパー、うん、そのこう土地を買うということに、うんうん、実はこういうセック そういうものが、実はものすごく密接に絡んでるんだよ。そう思うんだよな、俺は。だから、もうこれめっちゃ必算なよ。そうなんだ。ドキドキさせたいとかじゃなくて、これがあるから、人は成り上がろうとするわけだしとか。だしさ、実際さ、あの、甘さんのところってさ、実際にこう、おびき出すためのアリバイのところと繋がってたしね。繋がってたし、そう、普通に繋がってるし。まあ、ただ、あの、 顔面のぐちゃぐちゃのところは物語に必要ない。やっぱもっともね、もっともフィジカルでね、プリミティブなものがあいつがやったこともやったことだしね。そうそう、だからその狂気とか、なんか、その、こう、性とか肉みたいなものとかが、いや、確かにこれ絡んでるよなっていう。そうこが、なんか、無理や いいのに入れ込んだわけじゃないっていうか。いいの、なんかさ、俺さ、やっぱその、こういう犯罪とかもそうだし、あと、なんか、成り上がろうとするもの、系とかって、いや、やっぱりそこに、その、ただの名声欲とか、だけでは説明しきれねえだろって、思うわけよ。なんでこんな危ない橋渡るのみたいな。ただお金稼ぐだけだったら、他にいろんな手段あるのに、なんでわざわざ詐欺なのもそうだし、なんでわざわざそのさ、ほら、 サラリーマンって言ってもさ、うんうん、いや、別に、そんなさ、なんかさ、あの、うん百億の土地とか別に、無理してやらなくてもとか、うんうん、あと、なんでそんなに取締役になりたいのよとか。うん、わかんない。もう正直。そうね、うん、わかんないけど、うん、でもそこにこう、セックスとか、うん、その暴力みたいな組み合わせることで、うん、なんか納得させられるし、うん、いや、 これが結構人間だし、そうなんだよ、ね。オスの世界っていうか、うん、で、またメスのその世界っていうのもあるし、その辺の情欲とかの、確かに。それも絡み合っての、うん、この奪い合いとか戦争なんだよっていうのもそうだし、うん、それも含めて、全部がちゃんとね、その、ね、刺激的なシーンも含めて、なんだかねギリギリのバランスでテーマの中に組み込まれて,て必然になってるから俺ね、気持ちよく見れたの、うん。なってる気がしちゃうんだよなそうなんだ。なんか、あ、 はいはい。あの、刺激的なシーンね、うん、みたいな。なんかさ、例えばさ、ほら、アクション映画例に撮るとさ、俺、アクション映画でアクションのシーンで眠くなっちゃう時ってたまにあるのよ。俺ね、結構そうなんですよ。ね、なんか話す、関係ないじゃん、はい、みたいな。し、どっちが戦ってるかわかんないし、もう、みたいな。そうそうそう。もう、あ、むしろあ、アクションのシーン寝ていいや、話、うん、大丈夫だから、うん、みたいな風に思いがちなところ怒らそっち派です。そういうものもあるじゃん。はい、だから、やっぱアクションも含めて、 ストーリーに組み込まれてると素晴らしいなって思うけど、やっぱこの作品で言うと、そのセックスとか、暴力っていうのが、ちゃんと、このストーリーの中に、組み込まれてる感じがあって、うん、そうね。そこのシーンを飛ばしちゃうと、うん、多分ね、分かんなくなると思う。確かに、うん、あの、暴力のシーンは主に、うんうん、その、到底僕らが、まあ、セックスのシーンもそうか、両方そうだな。うん、とある人物が、まあ、 とある余計なタッチバックをしてるシーンと、<laughs> そうそうそうとある人物が <laughs>、とある余計な顔面踏みつけ行為をしてるシーンがあるんですけど、<laughs> 両方俺共通するなと思うのは、うん、両方常人には理解できないレベルの、うん、まあ、可逆欲と名誉欲を持ってる人物なんだっていうこと、うん。そうそうそう。だから、 わかんなくていいんですよね。わかんなくていいのよ。あいつらが、すげえでかい鎧を持ってますとか、すげえでかい剣を持ってますみたいなシーンと同じっていうか。そうそうそう。まあ、そりゃそういうことするか。そうそうそう。で、やっぱ常人じゃないからこういうキャラクターなんですよっていうことだし。っていうのの説明、キャラクター説明の場面だもんね、ある意味ね。そうよ。だからもう、いや、そう思う。本当にね、いいのよ、そういうとこも含めて。余計じゃないね、全然。全然余計じゃない。だから絶対やった方がいい。絶対やった方がいい。こんなに絶対やった方がいいと思えたの もう嬉しかった。<laughs> <だ>嬉しいっていうのがあるんだ。確かにうわぁ、あの、やれるからやったんじゃないよね、つって。必要だよね、これっていう。それが結果サービスになってるっていうね。<laughs> そうそうそう。ことですから <laughs>。そうそうそう。だからむしろ俺、あ、必要以上はやらなかったんだなってふと思ったのは、その、全裸にはならないのよ。そう。 で、ちょっと変なんだよね。ちょっとその、ま、インテュマシーコーディネーターが入ってるっていうのもね。あの、ちゃんとしてるなと思うところなんですけど。だから、あの、ナチュラルな性行為の進化っていうと、そんなことはないっていうのも、面白かった、普通に。面白い、面白い。で、その上でちゃんとアイデアがあるじゃん。そうね。ただやってますよ、じゃなくて。あとさ、流れ的にはさ、いくらでもそういう話をする人たちだからさ。そうそうそう。よしじゃあ、景気づけに吉原で賛否してくるわ。そうそうそう。とか言って、その、最低って言いながら、まあ、私も男遊びしてくるわ。そう。で、そこで、二人が、 それぞれ遊んでるワンシーンをさ、裸で入れてもいいわけじゃないですか。うん、入れてもいいのよ。そういうのなかったもんねっていう。そうなんだよ。だから誠実なのよ。うん、<当>上品なんですよ。上品大嘘。大 <laughs> <ー>嘘。<laughs> やっていうね。もう見てない人は苦痛だと思いますけど、見た人は喋りましょう、喋りましょう、ぜひ。というわけで、ぜひ流行ってほしいし、本当やっぱね、シーズン2への祈りを込めて、はい。今回の話を取らせていただきました。そうですね。だからこれ聞いて、ぜひちょっと見て、見てほしいっすね。あの、ダブル、ダブルグッドマークをしました、僕。ダブルグッドマークも迷わず押しました、本当に。上に指が立ってる、あの、手が2個ついてるグッドマークがね、ネットフリックスにあるはずなので、つけようぜ、これは。つけていて。 最最高高ですでなんかあのあんまりああいう系ねとかあの思っても1話は普通にスマートな面白い話なんで一話はマジで見てほしいとりあえず見てほしいですねだんだん合わなくなったらやめてもいいけどぜひぜひいけるとこまで行っていただきたいと思います。というわけで我々の熱量がたまたま被った奇跡的なタイミングでございました。